ジョーン・ビー・チャム・プロクターは、ロンドン生まれの動物学者、爬虫良生類学者。大英自然史博物館で働き、後にロンドン動物学会の研究員となり、ロンドン動物園で初の女性爬虫類キュレーターとして従事した。病弱であり、34歳で癌で亡くなるまで、膨大な分類学の業務、獣医学及び動物園における動物展示に、 多大なる革新的な貢献を果たし続け、飼育家のコモドオオトカゲの行動に関する初期報告を含む動物学に関する科学記事も執筆した。1897年8月5日、ロンドン県ジントンスクエア11で、株式仲買人の父、ジョセフ・プロクターと芸術家の母、エリザベス・プロクターの娘として生まれた。 ジョーンの祖父ウィリアム・プロクターは裕福なマンチェスターの実業家であり芸術支援者自然史愛好家でもあった。プロクター家の芸術と科学への関心は娘であるジョーンとジョーンの姉、クリスタベル・プロクターに影響を与えた。プロクター家には大きな庭があり幼少期のジョーンとクリスタベルの自然史への興味をさらに推し進めた。ノーランドプレイススクール在学時に両生類と爬虫類に とりわけ関心を抱いた。10歳から数匹の蛇とトカゲをペットとして飼育し、イギリスにいる全爬虫類に精通するようになる。大型のトカゲは、ジョーンの特別のペットであり、共に旅し、彼女の食事中はテーブルに座っていた。ジョーンは病弱であったが、12歳の時に、スイスで6ヶ月間にわたって、ダンス、トボガンゾリ、植物学を学んだ。スイスで過ごした日々は、 生涯にわたって慢性腸疾患に苦しんでいた彼女が病気のことを忘れられた唯一の時間であった。ハマースミスのセントポール女子学校に在学中の頃、爬虫類にさらに魅了された。16歳の時にはペットとしてワニの赤ちゃんを飼育し学校に連れて行って数学の授業でクラスにいた全員を驚かせた。優秀な学生であったが、 慢性的な健康障害のため欠席も多かった。有望な学生であったが病気のため、ケンブリッジ大学への進学を断念した。ジョーン・プロクターの爬虫類に関する調査は、当時大英自然史博物館の爬虫類と魚類の資料管理を担当していたジョージ・アルバート・ブーレンジャーによる関心を集めた。ジョーンが高校を卒業した後、ジョージは彼女を仕事に誘い、1916年に、 ジョーンはジョージの助手としてサウスケンジントンの博物館で働いた。大学の学位はなかったものの彼の指導の下でジョーンは動物学の研究に従事した。19歳の時にロンドン動物学会に初めての科学論文として南米の鎖蛇に関する研究報告を投稿した。また、1917年の8月には動物学協会のフェローに選出された。 ジョージが1920年に引退した後は、大英自然史博物館における、爬虫類学の業務を単独で担当し、奨学の報酬を得た。1917年から1923年に、かけてジョーンは、爬虫類と両生類の解剖学、分類と生態に関する研究を行い、一連の研究論文を執筆した。中でも、パンケーキ亀として知られている東アフリカのカメの、 研究は特筆しており、パンケーキガメが柔軟な甲羅に身を隠すことができることを明らかにした。この研究によりジョーンは世界中の科学者に広く知られることとなり、名声を確立した。1923年、ウィリアム・ベートソンは、ポール・カメラーが発表したサンバガイル族に関する問題作に対する批判に対して、ジョーンによる支援を得ようとしていた。しかしジョーンは、 カメラーと争うつもりはなく、ウィリアム・ベートソンを支援するに足る十分な資料がないと述べた。博物館における彼女の仕事の大半は収集された動物に関する説明であった。分類学的研究の質が高く評価され、ジョーンはロンドンディンネ協会のフェローに選出された。ジョーンはまた、ボンベイ自然史協会のメンバーにもなった。彼女は絵画の技術もあり、 模型制作にも優れていた。博物館において展示ケース用の模型を作成し、両生類と爬虫類の絵画をポストカードにした際には、芸術的才能と科学的に正確な知識を組み合わせて色付けを行った。ジョーン・プロクターの芸術的、技術的能力は、1911年以来、爬虫類のキュレーターを務めていたジョージ・ブレンジャーの息子、 エドワード・ジー・ブー・レンジャーとの交流を通じて動物学協会内で知られることとなった。1923年初頭までにジョージはロンドン動物園で新しい水族館の設計の責任者として携わっていた。ジョーンは当時大英自然史博物館で働いていたが芸術的センスを発揮して岩の配置と背景をデザインした新しい水槽のスケールモデルを作成し、 ジョージを数ヶ月間にわたり支援した。ジョーンはチャネル諸島ハーム島から水族館に大量の貝殻を提供したコンプトン・マッケンジーに出会った。その年の後半、エドワード・プレンジャーが水族館の館長に任命され、ジョーンが後継者として爬虫類のキュレーターに任命された。シカゴのカール・パターソン・シュビットに対し、ジョーンは女性にとって不利な条件があった。 大英自然史博物館を離職することを喜んだと打ち明けた。水族館での成功に続き、ジョーンはアンテロープパドックを含む動物園の屋外エリアのロックワークを設計した。彼女は現在の動物病院の敷地に建てられたモンキーヒルの広範な岩石構造のモデルを作成した。そこに配置された大規模なマントヒヒの一段は、 動物園の訪問客に大変人気があり、ジョーンの生涯において、モンキーヒルは成功したと考えられていた。ジョーンの成功は、爬虫類展示館の設計により、永続的なものになった。この爬虫類展示館は、爬虫類展示用としては、世界初の専用施設であり、使用され続けている。彼女は、爬虫類の囲いのためにロックアークとプールを設計し、 舞台美術家のジョンブルはジョーンがデザインした背景を設計するために雇用された。建築家のエドワード・ガイトーバーによってイタリア的要素が追加されたが、爬虫類展示館の基本構造、マドリズ、展示の詳細はすべてジョーンの設計であった。当時、動物学会協会会長であったピーター・チャルマーズ、ミッチェルは最初から最後まで彼女の家であったと記録した。 爬虫類展示館には、ジョーンの考案した新しい技術的アイデアが組み込まれている。爬虫類がビタミン D の合成に必要とする紫外線を吸収することができるビータグラスの使用や、水族館の基本的な照明設備設計の先駆者であり、その後ビータグラスは他の動物園でも採用された。その後、ジョーンはピーター・チャルマーズ・ミッチェルと協力して、 メインゲートの設計概要を考案した。メインゲートはエドワードガイドーバーによって建設された。メインゲートは設計当時からほとんど変更されることなく、そのまま使用され続けている。ジョーンは大型二ヘ蛇やワニ、コモドオオトカゲなどの危険な動物の日常的なハンドリングに関する専門家となった。ヨーロッパに初めて生きたまま到着した2匹のコモドオオトカゲは、 1927年にオープンしたロンドン動物園の爬虫類展示館に展示された。ジョーンはこの2匹と特別な関係で結ばれ、危険な捕食者としての一般的なイメージに反する可能性があることを示した。ジョーンはコモドオトカゲが望めば間違いなく人を殺すか、ひどい噛みつき方をする可能性があることをよく知っていたが、よく世話し、餌を与えていればコモドオトカゲは、 犬のように飼い慣らされ、愛情を示すようにさえ見えると述べた。スンバはという小トカゲは、ジョーンの特別なペットになり、彼女と共に動物園の中を歩き回ったが、ジョーンは小トカゲの王を持って、向きを変えさせることもあった。スンバはとジョーンのお散歩は子供を含む、動物園の訪問者に馴染みがあった。生前に彼女が発表した写真の中には、 スンバワの隣で二歳児がスンバワの頭を撫でているものがある。1928年、動物協会の会議の場でスンバワによる実演を披露し、スンバワを撫でながら取り、卵、鳩を手で与えた。彼女は動物協会の病理学者と密接に協力して、病気を特定し、病気の動物の治療の専門家になったが、時には他者の助けも必要であった。 コモドウトカゲは口を開いている間、それを保持するために3人の力強い飼育係が必要だった。彼女は自分で設計した特別な機器を使用して一連の手順を成功理に実行したが、その多くはこれまで試みられていなかったものであった。ロンドン動物園の最初の女性爬虫類キレーターとして、ジョーンは短期間でかなりの著名人となった。 動物園の近くのセントマークス広場の自宅で彼女はジョニーと呼ばれるペットのチンパンジーを飼っていた。彼女は応接室に危険な蛇を含むいくつかの生きた爬虫類を飼っていた。エキゾチックで危険な動物を飼う非常に興味深い若い女性のイメージはイギリスとアメリカの双方でマスコミによる報道がなされた。ジョーンは本や科学雑誌を通して広く出版活動に従事し、 j ハマートンのワンダーズオブアニマルライフで人気の高い記事を執筆した。彼女の出版物や他の科学者とのやりとりを通じて、彼女は一流の爬虫類学者として国際的な名声を得た。1931年3月28日には彼女の功績が認められ、シカゴ大学から名誉博士号を授与された。成人になってからも、 慢性的な病気に苦しんでいたジョーンは何度か外下,下手術を受けた。彼女は大きな決意とユーモアに溢れた人物であったが、その業績のすべては絶え間ない痛みを背景に成し遂げられたものであった。1928年、ロンドン動物園での5年間の集中的な活動の後、深刻な病気により業務ができなくなったため、 ジョーンはロンドン動物園での職から離れることを決めた。第11代ベッドフォード公爵である動物学会会長ハーブランド・ラッセルは彼女による辞任の受け入れを拒否した。1928年、ピーター・チャルマーズ・ミッチェルはホイップスネードで計画中であった新しい動物公園の計画をジョーンに手伝わせ、病気からの回復期間はジョーンをホールファームに滞在させた。 毎朝ホールファームからダウンズの端までロバカ、ポニーに乗った。ジョーンが通っていた道は、現在もホイップスネードを野生動物園内に残されており、彼女を記念してミスジョーンの乗馬道と名付けられた。亡くなる前の数年間、ジョーンは潜在的に危険な大型動物と関わっていた。逃亡したヒグマとホイップスネードで遭遇した彼女は、蜂蜜で誘惑して、 トイレに閉じ込めて捉えた。亡くなる前には、電動車椅子で、ロンドン動物園の敷地内を歩き回ることしかできなかったが、それでもなお、紐で繋いだ体長3メートルの小トカゲを、しばしば連れていた。重症ではあったものの、断続的に働き続け、水彩画を描き、マンチェスターガーディアンへの執筆を計画していた。百三十一年九月二十日、 ジョーンはロンドン NW1 セントマークス広場のセントマークスハウスにある自宅にて亡くなった。ロンドン動物園の爬虫類展示館の入り口のアーキトレーブに爬虫類を彫刻したジョージ・アレクサンダーは後にジョーン・プロクターの胸像を作成した。完成した胸像は1931年にロンドンの王立美術院で展示された。その後、動物学会に贈呈され、 聖堂の飾り板と共に、爬虫類展示館の入り口に展示された。ジョージ・アレクサンダーが作成した爬虫類の彫刻は、ジョーンの科学的正確さと芸術的美しさへの最新の欲求を満足させたと言われており、胸像は彼女の最高の肖像と言われている。2014年の国際女性デーにおいて、ロンドン動物協会は、ジョーン・プロクターの功績を祝し、 ジョンとペットのコモドオートカゲの写真をウェブサイトに公開した。ブホマプロクテレイとタストゥードプロクテレイはジョンに敬意を表して命名された爬虫類である。ありがとうございます。